はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリービーチです。では今回は維新ならし幕末志士伝土方歳三物語続きをプレイしていきたいと思います。前回は鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に逃げ戻ってきた新選組で甲府城の方にね向かったんですが、これの接収に失敗、新政府軍に先を越されてしまったというところになります。その後近藤勇は新政府軍に投降して処刑、沖田総司も結核が悪化して死亡ということでね、新選組の中核を成してきた人たちが次々に倒れていくという中ですね、土方は会津に戦場を移し、さらに今度は仙台に向かおうというところまでプレイをしてきています。今回その続きになります。早速仙台の方に移動しましょう。援軍を求めに仙台に行くんですが、まあ、果たしてその仙台が援軍に応じてくれるかどうかというのはね、またちょっと別問題かなとは思います。土方ももうすっかりいい様相に変わってますからね。幕府の海軍を率いる榎本、まあ、これは竹明のことですかね、江戸を脱出してここ仙台に来ている。もうこれは会いたいな。お、いましたね、土方と榎本の対面シーンになります。おう、列藩同盟結成したはいいものの、新政府軍の前にどん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 切り離しを受けているというところですね。ではここで仙台藩を再び幕府側につけるために交渉を行っていきましょう。なんとかギリギリ有利で勝っています。まあ、これで仙台藩のね態度が変わるともちょっと思えないですけどね。結果はどうなるかまだわからないという榎本の話ですね。さあ、榎本と行動を共にすることにした土方ですが、何やら榎本がむちゃくちゃ慌てています。なんだとそれでという感じですね。何が起きたんだ。合図が降伏、まあ、ちょっと早かったですね。今ちょうどこの白虎隊のね、まあ逸話というか話というか、まあそういうシーンが出てますね。では最後の地になってしまうのか、函館五稜郭に向かいます。
はい、函館五稜郭に着陣、新選組の兵力が30増えてます。まあ今ここに至ってもなお新選組と名乗るあたり、なんともちょっと微妙ですけどね。まずはこの五稜郭に立てこもろうというところになっています。さあ五稜郭にやってきました。まあただできることはやっぱりあまり多くはないですね。まあ、情報を集める、のんびりする、面会する、まあ、これくらいしかないかな。まあ、ただ桑名藩主がいたり大鳥圭介がいたり、まあ、榎本武明がいたりっていうところでね、まあ、人材はそれなりに揃っているのかなという感じはします。ではここからしばらく情報収集をしたり、街をうろついてみたりしたいなぁと思います。一応料亭とかもあるんですね。誰がこの料亭を営んでるんだろう。食事をしてみましょう。ウニ丼、なんとも札幌北海道っぽい感じですね。ウニ丼、一応この函館の町というか、まあ、五稜郭というか、ここにはですね、まあ、料亭、まあ、ご飯を食べる食事どころと、あと一応宿屋がありましたね。それ以外は特にはないです。では五稜郭に戻りましょう。まあ、面会して一応顔なじみになっておきますか。語り屋、情報を聞く全く取り合ってもらえませんでしたけどね。あとは榎本武明、まあ、忙しそうですけどね。情報を聞く、語り合おうじゃないか。はい、特に何することもなく過ごしてたんですが、榎本武明がやってきました。松前の攻略をあなたにお任せしたいということですね。まあ、この蝦夷地を平定しようという動きです。では早速松前、まあ藩なのかな、まあいずれにしても敵対勢力ということですので、これを倒していきましょう。いつものように多分刀一本で敵陣に突入するんだと思うので、土方がやられないように気をつけましょう。では全軍突撃です。まあ、いつものように、やっぱり、刀一本で突入していくんだな。敵の方はどうなってるかですね。敵の方も刀だったらいいんですけど、敵の方は、多分ね、銃で武装してると思うんで、ちょっとこう不利ですよね。土方がやられると、その時点でゲームオーバーになるというのもあるので、土方、後方待機。ん？やっぱり銃兵がいるな。剣の戦いであれば負けない。が、鉄砲撃っていきますからね。ちょっと遠いですよね。敵の鉄砲兵がいるところまで。土方を守るために、土方の前に盾となって出ましょう。
接近すればね、重兵装備の兵は決して強くはないんですけど、接近する前に銃で撃たれて死亡する確率結構ありますからね。さて、ここも土方はやられないためにここで隠れてましょう。さあ、これで斬殺していきます。倒しましたね。島田が経験値をむちゃくちゃ貯めてくれたな。この後函館軍は、つまり我々土方のいる榎本政府ですね、蝦夷地全域を平定、五稜郭を本拠と定め、榎本を総裁、さらに松平太郎を副総裁とする新政府が誕生。土方は陸軍奉行並みとして全陸軍の実戦指揮を一任されたんである。では第5章に入っていきましょう。一方、新政府軍もこの我々の動きを看過しないということで、討伐部隊を送り込んでくるようですね。敵の旗艦は鋼鉄船ストーンウォール号です。これ実在した船なんですかね。ちょっと勉強不足で、認知できず申し訳ないんですが、いずれにしても強そうなストーンウォール号というのが敵の旗艦のようです。この榎本の動揺ぶり。鋼鉄船といえばね、その信長が毛利水軍と大阪湾で戦った時にね、鉄鋼船みたいなものを使ったと思うんですけど、当然それの強化発展版だと思います。じゃあそのストーンウォール号をどうするかということなんですけども、選択肢があるかと思いや、奪ってしまうの一択しかないので奪ってしまいましょう。ここはまた新選組が刀一本で乗り込むんだな。この実際にストーンウォール号に切り込んでいくっていう作戦はね、こういう戦いが実際あったのかどうかはわからないんですけど、これを成功させるのはなかなか骨が折りそうですね。さあ、では早速ね、そのストーンウォール号の切り込み作戦を行っていきましょう。残念ながらこの五稜郭函館には、装備を整えたりっていうことはできないので、早速ね、切り込み作戦の方に進んでいきましょう。新キャラ、甲賀源吾。今回の襲撃の艦隊長を務めるということですね、彼が。
で、一つ問題が発生。機関である、海王丸が訓練中に座礁沈没。これは事実としてありましたよね。まあ、ただ、海王丸が沈没しようが、ストーンウォール号を奪えば、補って余りある。まあ、そういう戦力になると思うので、切り込みをしっかり成功させていきたいと思います。では、切り込み作戦の決行日が近づいているようです。はい、ご覧いただいたように平行に接舷して一気に切り込み隊で、敵船にね夜襲をかけるという作戦だったんですが、これが失敗してしまいました。なんとかね、切り抜けていかなきゃいけないところなんですけども、ガドリング砲を備えているそいつが稼働する前にこの船を制圧するんだということですね。まあ、ここはもうとりあえず前に前に進んでいくしかないかな。土方が死なないようにいつもだったら後ろに控えさせたいところなんですが、まあ、今回はそういう時間的な猶予はなさそうなので、もう突入させます。あとは運任せ。まあ、ここまで運に見放されているという状況なので、もうしょうがない。あとは、突撃あるのみ。まあ、そういう状況ですね。とにかく前だけを見て突き進んでいくというね。これ突き進むも何もないな。この重兵を倒さない限り次に進めなそうですね。であれば重兵を斬殺しましょう。ガットリング砲を抑えました。無事ストーンウォール号を乗っ取ることができたみたいですね。なんかあっさり乗っ取ることができちゃいましたね。さっきの物見からの情報によると、新政府軍の
まあ、いわゆる陸戦隊6戦に対して我々の戦力、五稜郭に立てこもった戦力はどれくらいだったんでしょうね。さあ、ガットリング砲を手に入れました。少し戦いに向けて勝機が見えてきたかな、光明が差してきたかなという感じもちょっとしましたね。ではまた時間を進めていきます。ストールを乗っ取り、まあ、作戦がうまくいった後、1年はでも持ちこたえたみたいですね、これを見ると。さて、上陸を許してしまったので、ここからは数で劣る五稜郭軍、榎本政府軍どうするんでしょう。土方も小銃隊前へということで、ついに刀での切り込みはやめたんですね。どうやら約束は果たせそうにない。これはコツルちゃんと会ってまた会おうっていう約束かな。さあ、これはもう結末、終末、フィナーレが近い予感がしますが、切り込みをかけるということですね。切り込んでいきましょう。敵がどこにいるのかいまいち分かってないですが、とにかく前進あるので切り込んでいく。一応ね、重兵もいますからね、我々もね、ついに念願の。何？撃たれて死んだ。いや、遠いな。だいぶ遠いぞ。敵のいる場所が。ここまで行くのは厳しそうだな。どうする？とりあえず、土方はあんまり前に出さずに行きましょう。いや、強え。アームストロング砲みたいなの撃ってきてるからな。いや、これは、いやー、厳しいな。せめて切りかかりたい。だ。土方も死亡。はい。というところで、おそらく今の戦場を生き残ることはできない、死亡フラグが立っていたんだと思います。というわけで、維新ならし幕末志士伝、ここまで、ね、プレイを進めてきましたが、今回が最終回と
をさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。また、別のゲームとかね、あるいは、この幕末史伝でも、坂本龍馬プレイだったり、オリジナルキャラクターを作って、それでプレイするっていうこともできたりしますので、またね、機会があればプレイの方をしていきたいというふうに思います。